日本は敵機の攻撃を頭上に受けながらも航空機の大増産に邁進している。敵が月1万台の飛行機を作るというならば、我々もまた1万台の飛行機を出がしでも作らねばならない。二次世界大战末期，日本军队募集台湾少年前往日本海军工厂生产军用飞机。八千多名稚幼少年自此离乡背井，奔向生死未卜的命途。绿的海平线呈现台湾少年宫在战争前后的人生起落，动荡时代里只求生存的无奈，以及因时代改变而受翻弄的命运。周二晚间10点，记录观点，绿的海平线。